シーテック2019行ってきました。はい、こんにちは、はちのです。シーテック2019ですけれども、昨日ですね、行ってきました。2日目、10月16日の2日目ですね、行ってきました。で、朝ね、見どころをチェックして行ったんですけれども、いや、なかなかね、やっぱりなんだろうな、ウェブの情報とやっぱり現場でね、こう見て面白そうだなって思うのって結構やっぱりギャップがあるっていうか、全然違いましたね。やっぱり行ってみると結構面白いものがかなりありました。なんかね、去年は結構その速報とかね、見どころの情報を見ていくと結構当たってたんですけど、今年はもう全然ダメでしたね。見どころがなんか、速報の情報がなんか薄すぎてね、もっとこうちゃんと取材してほしいなっていうくらいね、メディアの方、ちょっと、取材力が足りないかなっていう感じを受けるくらいですね。やっぱ現場行って自分の目でね、面白そうだと思って見たものの方が、面白いものが多かったっていう感じですね。で、特にね、今朝、昨日の朝ですね、見どころとして、まあ、ANA のね、このアバターのやつはかなり話題になったので見てきたんですけど、これですね、太鼓エレクトロニクスのこの飛行体験なんですけれども、これがね、なかなか、結果論から言うと体験できませんでしたっていう話なんですけれども、並べばね、誰でも体験できるのかなと思って行ったらですね、プレゼン時に、1時間に1回プレゼンがあるんですけれども、その時に2名、手を挙げてって言ってね、指名されると乗れるということで、まあ結構競争率が高いっていうかね、なんかちょっと前だったらね、日本人結構遠慮して手を挙げなかったんですけど、まあこれを見てね、こういう記事を見てなのか、やっぱりお目当ての人は前の方に立って、すぐ手を挙げるっていう感じでね、まあライバルが多くて乗れませんで、っていう感じなんですけども、逆にですね、これよりももっとね、面白い飛行体験ありました。そこをね、特集してほしかったんで、記事に取り上げてほしかったんですけれども、動画でね、報告してますんで、後で詳しくは見ていただけたらと思うんですけれども、出てくるかな。はい、でね、こちらがスイスのソムニアクス社っていうところのね、VR 体験装置なんですけれども、こちらの方がね、太古のね、VR 体験、空飛ぶ体験よりも、いいんじゃないかと思います。結構ね、こう、可動範囲も大きくて、ちゃんと、こう、上昇、下降とかね、太古のやつ結構吊り下げ式で、なんか動くのがね、ガクンガクンっていう感じで、なかなか、なんていうんですかね。まあ、体験してないのでわからないんですけども、そんなにこうクリティカルに動かなかったんですけど、こちらの装置はですね、かなりクリティカルに動きます。はい。でね、ここに映像が出てるんで、まあね、こんな感じで、空を飛んでる気分が味わえますよ、という感じでした。はい。こちらの動画もね、この、CTEC 2019見どころまとめっていう、動画一覧作りましたので、はい、こちらの方から見ていただければと思います。今30本くらい登録したんですけども、なんかね、YouTube の制限でなんか1日15本しか登録できないので、まだまだ動画あるんですけれども、ちょっと今、登録できなくて、貯めてる状況です。またね、登録、できるようになったら、わわわわ追加していきたいと思いますので、ぜひね、見ていただければと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。